ベレッタ ARX160 は、ピエトロ・ベレッタ社が製造したモジュラー式のアサルトライフルである。イタリア軍の将来不評計画の一環として開発された ARX160 は、商業用兵器システムとして将来不評計画軍から独立し、2008年に公表された。低初速の 40mm な投弾を使用する単発式。 グレネードランチャーを付属させると完全装備状態となり、このランチャーは GLX160 と呼ばれている。これは小銃に直接検証できるほか、別に設けられたストックグリップ機構をつけると独立した兵器としても使用できる。ARX160 は以前に採用されたベレッタ AR70-90 ウェポンシステムからいくつかの点において脱却している。 作動方式はショートストロークピストン式を採用している。コッキングハンドルはボルトキャリアと一体化しており、エジェクションポートを通して振り出し式に引き出すことで左右どちらからも操作が可能となっている。また、不使用時や分解時には振り出したコッキングハンドルが邪魔になるため銃内部に押し込む必要がある。外装にはポリマーが多用されているが、標準のスタニッヒマガジンは、 金属製である。開発時よりピカティニーレールが取り入れられており、折りたたみ式ストックは長さの調節が可能である。軽量な重心の内面にはクロムメッキが施され、ロンバルディア州ガルドーネ、バルトロンピアにあるベレッタ工場でハンマー機体工工程により製造された。標準的な重心長は 410mm、特別な使用者のためには 300mm とされた。 16インチの重重心に競技グレードの試乗を切ったものは狙撃しようとされ、また5 1 0ト、mm、ルの重心が試験された。フラッシュハイガーには5個の放射状の切れ込みが設けられ、4個のより小さな切れ込みは連射時の重工の跳ね上がりを制御する。NATO の普通弾及び栄光弾を発射するため、重心には1対7の率で螺旋が切られている。重心は、 フリーフロートではないが、スライドレバーを引くことで容易に重心を抜き出すことが可能となっている。重心交換を行った後で、再ゼロイン調整を行わなくても、照準の結果は着弾点にほぼ変わりがない。M7 バイオネット用の着剣ラグは重心の髪型に配置されている。ARX160 の作動機構はユニークであり。 他の小銃の作動機構ではピストンが1インチの何分の1かを動く程度であるが ARX160 では約2インチ動く。ピストンはボルトキャリアの交代工程のほぼすべてを作動しており、結果として燃焼ガスが低いレベルの圧力となり、急激さが弱められ、ボルトキャリアグループがより一定して運ばれる。ボルトキャリアおよびオペレーティングロッドが重心から有利しているのは、 重心が非常に容易に取り外せるという理由からである。ブルパップ式ではないアサルトライフルとしては珍しく配、鞘方向の変更が可能となっている。ボルトにはエキストラクターが左右一つずつ設けられているが、ボルトはエジェクターの機能を持たない。レシーバー後方には小さな穴が左右一つずつ設けられており、そのどちらかに弾丸の先端を押し込むことで薬莢が排出される。 方向が決定される。この構造のためにエキストラクターの作動には、ロアレシーバー後部の部品が関わっており、その部品の作用を受けるためエキストラクターはボルトより後方に長くなっている。エジェクションポートは10、予備のアイアンサイトは標準装備され、10の機関部と同様ポリマー製である。フロントサイトは上下左右を調整可能で、リアサイトは100メートル。 200m、300m、400m、400 600m と距離に応じて5段階の調節が可能となっている。主に使用される光学サイトは、スウェーデンの企業である、エイムポイント AB 製のアシスで、エイムポイントコンム2の専用バージョンである。夜間暗視装置、赤外線照準機、また他の形式の付属品は、将来不評計画によって装着可能とされている。 重心、ボルト、歌舞伎幹部及び弾装を交換することにより、異なる後継のバージョンが計画された。現代の西側先進国でポピュラーな 5.56mm、ナトウ弾に加え、旧ソ連の AK-47 アサルトライフルで、用いられる弾薬として知られる、幻想薬弾の 7.62EX39mm 弾、さらには大口径弾と、 小口軽弾の中間的な特徴を持ち両者の代替、統合を目指した新型の 6.843mmSPC の構成が検討された。東側陣 A 版の小口径高速弾ともいえる 5.45X39mm 弾も同様である。5.56mm な東弾仕様では、スタニッヒ弾倉 7.62X39mm 弾仕様では、 AK-47 アカム用の弾装をそれぞれ使用できる。試作のヘビーバージョンではバトルライフルとしていわゆるフルサイズ小銃弾である 7.62X51mm ナトーダ弾を装填した。弾装の固定は左右から操作できる押しボタン、そして弾装の後ろに位置するレバーを使い分けることができる。民生市場向け特に アメリカ合衆国を意識して設計されたセミオートマチックの派生型で ARX100 と分類された ARX160 の双方上の特徴を残すが安全装置を発射位置に置くには90度回転させる点が例外であるベレッタ ARX200 は ARX160 モズラー式アサルトライフルからの派生品であり2015年後半に イタリア軍に導入された。軍事及び法執行機関用途のみが入手可能である。7.6251mm ナトウ弾薬が使用され回転ボルトを備えたガスピストンシステムを介して作動する。ARX-200 はアフガニスタンでの戦闘経験に基づき、イタリア軍不評武装における 5.5645mm ナトウ弾のアサルトライフルと、 大口系ボルトアクション式狙撃ライフルの間のギャップを埋めることを狙って企画された。イタリア軍は使用と評価のために400兆の ARX200 を注文し、ARX200 の最初のバッジは2015年末までに納入される予定で計画が進められた。イタリア軍はまた、不評招待にバトルライフルを導入する方法についてもテストしている。 2から3丁のマークスマンライフルとバトルライフルとが分体レベルで配備されることが計画されている。イタリア陸軍は ARX200 の二つの構成を導入する予定である。全自動及び半自動の射撃が可能な折りたたみ式の伸縮式重傷を備えたバトルライフルと半自動の射撃のみが可能な固定重傷を備えたマークスマンライフルの二種類である。 バトルライフルの構成では 40-46mm なーグレネード弾が使用されるベレッタ GLX160 グレネードランチャーの取り付けインターフェースと調整可能なチークレスト、ショックアブソーバー付け重傷バックプレート、4つの固定スリングアタッチメントを備えた折りたたみ式、伸縮式重傷が装備される。一方、マークスマンライフルの構成には スタイナーオプティックスが開発したコンピューター化されたインテリジェントコンバットサイトが装備され、X ではレーザー距離計、傾斜計、弾道計3機がコンパクトな640光学照準機に統合されている。ARX200 はバトルライフルの構成では通常モード、緊急モード、および抑制された発砲モードの3つのガス設定を備えており、 毎分約600から650の発射速度を持っている。ボルトキャッチレバー、マガジンリリースボタン、発射セレクターなど、完全に両手機器用に設定できる。ARX160 とは異なり、空薬莢が排出される側を変更するようには、設計されていないが、コッキングハンドルは、上部レシーバーの右側から左側に切り替えることが可能である。バレルロックボルトは、 断層の前にあるフリーフローティング構造の霊感鍛造された重心が装備される重心はクイックチェンジ可能であり1本のレンチで1分で取り外し及び交換可能である重量は断層なしの状態で 4.5kg 本体のみの状態で8.6ポンド長さは 730mm、890mm、1000mm である 2 7 9ト、mm、ルのツイストレートで競技用グレードで刻まれた右回りの4本のライフリングを備えた4 0 6ト、mm、ルヘビーバレルが装着される。鋼鉄により補強されたポリマー製の一体型の上部レシーバーは内部にボルトキャリア用のレールを備え、上部、射撃時にシークランプグリップを可能とする、滑らかに成形された全部ハンドガードを備える。ベレッタは、 100メートルで5発を 1.5MOA に収める精度を持っていると主張している。ポリマー製のカブレシーバーには新しいベレッタ20発ポリマー断層用のモジュール式断層装着口が装備される。また、M110SR-25 用断層を使用するために取り外し可能な特別な断層装着アダプターも付属している。 アメリカ陸軍は M4 カービンを代替するため、個人用カービンのコンペティションを実施し、ベレッタ ARX160 はフェーズ2の競争策となっていた。競争に勝った兵器が選定を受ける前に、個人用カービンの競作計画が中止された。2013年2月、アルゼンチン陸軍は評価のために ARX160 小銃と GLX160。 グレネードランチャーを受け取った。これは自身の特殊部隊用である。インド陸軍はインスス小銃の代替として ARX160 を試験していたが2015年に入札は撤回された。2019年1月、ルーマニア軍により ARX160 の採用が決定され2019年秋よりルーマニアで現地生産が開始される予定である。 ありがとうございます。